さんよ、ハーバンはゆはいチャンネルはいです。ということでね、今回なんですけども、危機開会ブラックドラゴンね、使っていきたいと思います。これもね、視聴さんからツイッターの DM で出来コードをね、いただきました。本当にありがとうございます。まあ、これデッキなんですけど、マジで害悪で、まあ、MRJ シーンとかね、ロストチャージャー、クルセイドでブラックを落としながら、まあ、ハンデスタッチとかビューティーシャンでハンデスしまくって、危機開会ロックを完成させながら、相手のハンドをゼロにしてブラックドラゴンをね、叩きつけるというね、もうめちゃくちゃ害悪だね、デッキになってますんで、ぜひね、皆さん使ってみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者2万人目指してますんで、ぜひね、初見さんの方だったり、まだね、未登録の方がいましたら、これを機会にチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてね、来週ですね、もう3月の19日日曜日夜8時から、第5回ゆはい公認大会がありますので、ぜひね、概要欄とコメント欄からエントリーよろしくお願いしますということで、早速ね、試合の方に行きましょう。行くぞ。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、牢獄ブラックエマージェンシー台風リターンズ牢獄でね、始まったオープニングハンド。相手のデッキタイプにもよりますがさ、エルドラードだね。はいはいはい。まあそうだよね。ルドルフ天文。さっさとナーフされてくれといったところで。さあ、エマージェンシー台風打てないと。まあこのデッキに意外と多色が多いので、まあこれはしゃーないかな。次、まあエマージェンシー打って、ブラック落としながら、まあリターンズだったり、危機開会とか立てていきたいさ、デスサークル。からの特攻リンゴジェニー。さ、ブラック。ブラック落とせ。まあ、エマージェシーンだけ埋めてほしい。本当に。おぎょ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 。危ねえ、マジで。エマージェシーン落とされてたら、さ、コマンダーテクノバスターといったところで、さ、エマージェシーン台風打っていきましょう。ドロレツが回ってないが、さ、ビューティーシャン来たね。さ、ここでブラック落として、次、ビューティーシャン打って、ワンドローワンハンです。相手には、トワリューが入っていないので、まあ、トワリューがね、入ってるようなデッキタイプではないんで、まあ、ここワンチャンロッシャーだね。ロッシャー引けたんで、まあ、6マナに次できるようにしておきたいけど、まあ、次リターンズ引いたとて、ハンドがね、全部レインボーなんで打てないんですが、まあまあまあ、まあまあまあと。まあ、ここなんで次ビューティーシャン打ってやな。ここでね、出す必要性はあんまりないから、相手多分ルドルフデモン、多分というか確定だから、まあ、ここで立てなくてもいいっすね。速攻だったらね、割と強いんですよね。2ターン目にポンボキビューティーシャン。天文。4マナ使って陰謀。うわ、しかもそっち抜くのか。強いね。リターンズ、これリターンズ。リターンズ来ても意味ねえか。キッキー、カイカイ強い。邪道化同心。カイカイを出して、相手が呪文唱えたらワンドローできますよと。で、牢獄はマナに置かないで、一応ね、天文で、ルドルフとかエルドラードをね、返せるように、しっかりと残しておきましょう。さあ、コアクアンド使い。ガガールかベルリン。ベルリンうざ。さあ、デモハン。ベルリンか。やばい。これね、ルドルフより、ベルリンがうざいかもしらん。そうだわ。ベルリン入ってんじゃん。まあ、でもリンクするわ、もう。さあ、ズルされるよ、逆に。こっちがズルじゃなくて、相手がベルリンという、ズルされる。いや、でもここ、牢獄でピンポイントベルリン狙うよりかはだよな。で、ベルリン出されるんでしょ、これ。ダークアベースター。で、6マナ使ってベルリン。うるさいって言われたんでちょっと黙ろうか。さあ、コマンダーテクノバスター。これでも一応ブラック引ければ大丈夫なんで、大丈夫。もうベルリンでしょ？大丈夫です。これね、あ、もうすごいことが起きてるけど、大丈夫なんですよ、これ。逆に、ハンド一般になってくれと。いいよ、これはもう出すよ。出すしかないもんだって。で、危機開会ロック決めたと思いきや、相手がね、もうベルリン出してきてるんで、まあ、まさしくベルリンの壁。さあ、危機開会で捨てて、同じ分山札から持ってこ、あ、山札じゃねえわ。墓地から回収できるという、ね。無限ループめ、さあ、しっかりとね、無限ループかまして、もろうて。さあ、お使い。んで、エルドラードだね。で、ここは取ってた牢獄が役に立つんだけど、またね、ベルリンで無限に回収されるから、ハンデスが意味ねえのに、毎ターンハンデスして、もうハンデスがドローできるっていうね。ハンデスのカードをドローするっていう。やばいっすね、これね。永久期間。ハンデス永久期間ができてしまいましたが、こっから入れる保険あるんですか？あるんですよ。ブラックドラゴンならね。いつブラックドラゴン引くんや、マジでさ。ウェディングをね、落としますけども、ベルリン大活躍。コスパ良すぎやろ。2マナでどんだけ働くんですかっていうね。
やばいことが起きています。さあ、ゴーストタッチで危機開会して、もう相手、いいんじゃない？もう逆に、もう反動いっぱいになりすぎて、トップの天文とか、ルドルフを墓地に置けるっていう。で、相手はまたエルドラード出してくるから、また牢獄や、あ、陰謀？あ、逆にもう危機開会やめてくれと。もう、ハンドパンパンになるんですよ、つって。逆にいいんじゃないこれ。逆に、ハンドをね、もう、パンパンにすることによって、相手を追い詰める。逆なんだよね。やっぱ、ハンデスは時代遅れなんだよね。ハンデスじゃなくて、相手の反動も9枚にして、トップの泥を消す。これがね、やっぱ新しい危機開会ロックのやり方なんじゃないかなと。なんで、まあ一応、邪道下道士に出していこう。逆にこれ戻してきてくれてありがとうだわ。これで一応、ハンデスしないでこっちが泥だけできるから、ありがとうまである。リターンズ引いたね。で、これベルリン破壊して GG、グッドゲームだ。ガガあるか。で、エルドラードはリターンズで取って殴ればいいかな。これ強くない？意外と、ああ、もうベルリン2体だからね。どうしようもないわ。だけど、あんなに、これ追い詰めてますよ。全然。ワンチャン勝てるぞ、これ。100% 負けと思っていましたが、さあ行きましょう。ボルメテウスリターンズ。リターンズの能力で、ボルメテウスブラックドラゴン蘇生してスピードアタッカーで、決して屈することはないを処理して、ダブルブレイク打っていきましょう。で、ここね、ベルリンがもう死んだ途端に危機開会ロックなんで、相手もきついよ。ブロックしたいけどしたら危機開会ロックの危険性。だからトップがまたリターンズだったり、ブラックドラゴンだったら、ベルリンが死ぬし、こっちはもう無限にリソース回復してるから、やばいんだよね、もう。完璧じゃない？さあ、エルドラード2枚目。さあ、トップ、オブザレッケ、マジシ、引いてこい、引いてくればいい。リターンズがブラック引けば、8マナもあるんで全然いい。さあ、エマージェンシー台風で、オッケー、リターンズ。リターンズ強すぎないか、このデッキ。害悪を極めし者。さあ、ボルメテウスリターンズで、ブラック蘇生。エルドラード処理。これもう相手地獄でしょ。全部通したら盾全部焼却されるし、ベルリンがいなくなったら危機開会ロックされるしで、ね。相当きついよ。さあ、エルドラードとルドルフが焼却されて、さあ、殴っていきましょう。さあ、これはでももうリーサルなんで、リーサルはないけど、あ、リーサル、ベルリン全部破壊だね、これは。これがトリガーじゃなかった。やめて、もう最後に天文とかっていう奇跡やめて、本当にさ、ザビでもな。でもなーって感じでやらせていただいてますって感じで。さあ、愉快だなとはシルバーボルグ立ててくるって感じかな、多分。で、危機開会のダイレクトアタックだけは、まあ、ベルリン以外で防げますよといったところで、はいはいはははいはいははは、はいと。で、こっちはね、やばテクノバスター強くない？さあ、コアークワンの使い。ここでガガールから特攻人魚ジェニー。さあ、不思議なことが起きます。これでまたブラックだったり、まあ、リターンズをね、エマージェンシー台風で持ってきて GG ですよ。てか、この盤面返せないかも。さあ、この盤面返せないです、お相手し。あんだけベルリンをね、やっぱね、ベルリン、あんなに使ってもこのね、やっぱ害悪が勝りますわ。これなんですよ。これがね、ボルコンの力なんです。セブコアクマの3ドロー。何か回答はあるのか？ないでしょう。だいぶ迷ってますけども。さあ、シルバーボルグ、はい。来ました。皆さん、ここ見えるでしょうか？薄いセブコアクマのテキストの裏側には、応答待ちの文字と、いったところで、まあ、戻ってきたらね、試合再開するんですけど、まあ、多分ね、戻ってこないと思いますので、このままね、次の試合に行きたいと思いますということで、次の試合に行きましょう！行くぞ！はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さあオープニングハンドなんですけども、牢獄リターンズビューティーシャンギャドーギャドーギャギャギャ邪道下道神ね。リターンズエマージェンシー台風でね、始まったオープニングハンド。さあ、フォーガンブラスター、タッチ相手もハンデスデッキか。やるじゃん。害悪対害悪ってか。まあ、受けて立ちますよ。こっちの害悪の方が強いということをね。さあ、インビンシブルフォートレス。まあ、うわぁ、それさ、もう、やば。ハンデスしながらフォーガンブラスターで、あれか。外役呪文無限栄翔編が始まるってことか。やるじゃん。いいデッキじゃないか。いい性格をしてやがるぜ。
だもうハンデさえやめてくんないか。一応ね、このビューティーシャンが残れば、まあなんとかなるかなって感じですけど、ブレインチャージャーでドローしながらマナチャージ。トップがタッチなんで、タッチは置いて、これビューティーシャントップ単色ブラックぶん殴りだかな。恐怖して、これでトワリューとか出てきたらデッキビルド力が半端ない。さあ、邪道化動心。俺もめちゃくちゃ強いね。どっち抜かれてもうぜえな。6マナ使って、ジェニだ。いや、リターンズが。まあ、でもリターンズでも全然いい、ね。邪道化動心残れば全然いいから、テクノバスターはちょっとね、まだ早かったわ。出して、逆にこれゴッドリンクしてテクノバスター出したら、危機回回ロック完成するんで、まあ、相手はどうすることもできないですね。逆に相手のハンデスが、ハンドを使いすぎたようだね。これなんか牢獄使わなそう。もうテクノバスタートップしてきた時のための受け、7マナ貯めておこう。さあ、ズルなんて、お茶の子サイサイとは。さあ、虫番でもらいましょう。で、ドローで、7マナ。7マナで何ができる？邪道下動心を処理することができなければ、もうこっちは、あとはトップで、まあ、リターンズであったりも、いろいろ引いてくるだけなんだね。さあ、どうする？ 7 マナ。さあ、母なる大地は打てません。さあ、トップが邪道下動心。またまた、邪道下動心2枚耐性できるか、これ。まあ、2枚やる必要は果たしてあるのかって感じですが、まあ別にね、やらない理由もないので出していきましょう。さあ、8マナ。さあ、母なる大地。さあ、邪道ゲ、これさ、マナに、だよね、テクノバスターしかないから、自ら危機回回ロックに来ましたね、相手。これ勝ちです。危機回回ロック決まったんで、相手ハンドゼロで、ですよね、ということで対戦。あ、どうしよう。はい。ってことで、めっちゃ声裏返ったんですけども、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、危機回回、ボルメティウス、ブラックドラゴン、エマージェンシーン、ビューティーシャン、ロストチャージャーだね。始まった。オープニングハンド。ハンドめっちゃいいな。次、トップ単色であれ。強い。で、これエマージェンシーン打って、ブラック落としながら、デモハン落とし、ロストチャージャー、ビューティーシャン、リターンズかな。もうめちゃくちゃ理想ムーブ。こんな理想ムーブ見たことない。デーモンハンド、そしてフェアリーライフで呪いとテラーの贈り物、懐かしすぎるな。さあ、またまたビューティーシャン、デーモンハンド埋めて、さあここはロストチャージャーでマナーを加速していきましょう。さあ、ブラック落としながらピックアルトね、加速していく。さあ、4マナ使って何をしてくるか。相手も結構懐かしめのカードいっぱい入ってるね。呪いとテラーは、ロミナス。ブロンズ。ロミナス呪いテラー、ティラノドレイクか。さあ、うわ、なんだっけこれ。エンチ武神、夏。バカ夏いんだけど、エンチ武神。そんなカードあったな、そういや。さあ、ここはビューティーシャンで、ワンドローワンハンです。これ、とあるよあったら結構ドギモ抜くんだけど。さあ、ブロンズ。で、テクノバスター。6マナ使って、これ逆にエンチ武神刺さるね。エンチ武神？さあ、出たエンチ武神のバルザックで、ブロッカー焼かれるんだよな。ちょっと刺さるのやめてくんないかな、マジで。さあ、トップがリターンズ強い。めちゃくちゃ強いね。これ、リターンズ打って、もうエンチ武神の片割れ破壊しながら詰めていきましょう。現代のカードパワーに勝てると思うなよ。ゴッド武勢が。さあ、ダブルブレイク。だから、いいデッキですね、相手の使ってるデッキは。エンチ武神、マジで夏いんだけども、涙出そう。撮ったな、エンチ武神の動画、めちゃくちゃ前だけど。さあ、6マナ。エンチ武神。オルメガス。これ、どういう能力だっけ？ゴッドを山札の上に置く。なるほど。で、流玉子、じゃハンデスもケアできるの強いな。なるほどね。だけど、これは、これね、テクノバスターとか出してもいいんですけど、これ、ビューティーシャン出して、
まずエマージェシー打つわ。エマージェシー打って、オッケー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 。ロスチャー落としか？さすがに。で、ビューティーシャン出して殴ることによって相手トップ竜極神なんですけど、多分リンクしてぶん殴ってくるんですよ。これ。オッケーオッケー、しかもトップタッチだ、強い。で、ダブルブレイクするじゃん。で、相手これ、激か滅出したいと思うんだけど、多分出さないでゴッドリンクしてビューティーシャン破壊しながら、そう、ブラック取ってくんだよ。したらタッチで撃滅を落とせばいい。もう正直にオルメガス、バルザック、このエンチ武神なんて、正直ただのトリプルブレイカーなんで、盤面にいる分には関係ないし、トップでリターンズ引いてくれば、また破壊できるんで、竜極神がね、マジでうざいから、竜極神さえ出されないプレイングをすればね、完璧なんですよね。これタッチでいいですよね、これは。もうテクノバスター使わねえわ。で、タッチで、これ大丈夫だよ。これ殴るときブロッカー破壊とかないよね。で、これゴーストタッチで、そう、竜極神落としながら、邪道下道神立てて、あとデーモンハンドとかで、これでもね、リンクして1万でパワー意外と高いね。でも逆にこれトリプルブレイカーしてこいって話なんだよね。したらリターンズとかで返り討ちできるんで、そう、竜極神がマジでうざいから、竜極神パワー化すぎるからね、さすがに。これでいいでしょ。抱きてえドラグー！夏！誰を抱きてえんだと！これめっちゃ言ってたわ。ユハイチャンネルがチャンネル登録者2000人ぐらいの時に、おい、抱きてえドラグーン！誰を抱きてえんだっていうめちゃくちゃつまらないこと言ってたわ。はい、ブラックなんで勝ちです、これ。めちゃくちゃ強いしか殴ってこないといったところでさ、デモハン置いて、ブラックでエンチ武神破壊して、もう相手をなすすべないでしょう。ブラックか、危機開会処理しなかったら、もうリーサルなんでね。リーサルバルデスなんでさ、盤面取って。さ、抱きて VS 開会ブラック。まあまりにも盤面の圧力が違います。さ、ネオングライド。マジ強っ。そんなもん入ってんの。相手の時マジでおもろいな。めっちゃいいデッキやわ。トップがクルセイド。いや、ゴッドリンクよりブラック投げつけた方がきついよな、きっと。このデッキのコンセプト的に危機開会ね、ゴッドリンクしたいけど、まあ、とりあえずぶん殴るわ。これで、ブラックで、で、次ブラック処理されなかったら勝ちだから、まあ、結局やっぱブラックが一番強いな。さあ、盤面に干渉できるカードが引かれなければ僕の勝ちですかね。さあ、ということで、対戦、アドシャ！いや、この時マジ強いな。